15世紀後半のイーゼンブルク博の紋章、イーゼンブルク博領及び、ニーダー・イーゼンブルク博領1400年頃、イーゼンブルク博領は、新聖ローマ帝国の帝国博領の一つ。イーゼンブルク家が領主として治めた。同家は、イーゼンブルク城を、名字の地とする。18世紀には、博爵領は、現在のヘッセン州カッセル行政管区及び、 ダルムシュタット行政管区に広がっていた。19世紀以降は売身化され、シュタンデスヘルカモンとなった。イーゼンブルク家の先祖は、ライン渓谷中流城部及び、ベスターバルト地方に住む自由騎士であった。資料で裏付けられる道家の最初の館は、ロマースドルフにあった。1100年頃、道家は、ザイン川下藩と、イザーバッハの所領を入手して、イーゼンブルク城を建築。これらを、 イーゼンブルク騎士領と称した。当主たちは12世紀末までに結婚を通じてアルンシュタイン伯領やコーベルンを相続した。イーゼンブルク家では12世紀より家系の分裂が始まった。1210年にはすでに4つないし5つの系統に分裂していた。新しい分家が創設された日に書領は細かく分割された。同じく 新しい文家ができるたびに新しい城も建築された。イーゼンブルク家は最初期の分裂に際し、大きく分けて、ブラウンスベルク系リンブルク系ケンペニヒ系の3つに分裂した。ケンペニヒ系は最も早い1424年に断絶した。現在も続く、イーゼンブルク家初夏は、リンブルク系の流れを組んでいる。ブラウンスベルク系は13世紀に、 ビート白陵の半分を相続し、14世紀には白陵の残り半分も獲得して、新しいビート白鹿を創設し、この白鹿は15世紀半ばまで続いた。ブラウンスベルク系は1664年、イーゼンブルク・グレンツァウ白尺化の断絶により、断経が途絶え、その医療はバルダードルフ家とビートイコールのイビート家の共同管理地域とされた。 リンブルク系の諸系統の中で15世紀末まで続いていたのはビューリンゲンを本拠とする家系のみとなっていた。この家系も1511年にはロンネブルク城城主系統とビルシュタイン城の城主系統に分かれた。前者は1601年に断絶し、後者は1628年から1631年にかけてビューリンゲン系統とフェンバッハ系統に分かれた。 1744年、着長子系のイーゼンブルクビル博、ボルフガングエルンツとは神聖ローマ皇帝カール7世より帝国諸皇に列せられた。1806年、イーゼンブルクビル公領は、他系統のイーゼンブルク諸家領を併合し、ライン連邦に参加した。イーゼンブルク公領は1815年のライン連邦の崩壊とともに、オーストリア帝国に占領された。 翌1816年には改めて、イーゼンブルク公領の大部分は、ヘッセン大公国に、わずかな部分は、ヘッセン選帝公国に併合された。ヘッセン家の統治者はこの時、以後、イーゼンブルク公の称号を、その統治者称号に加えた。ヘッセン大公国では、イーゼンブルク諸家の給料は、ビューリンエンという単一の行政単位にまとめられた。 イーゼンブルク・ビューディンゲン家は1840年に、イーゼンブルク・ベヒタースバッハ家は1865年に、それぞれヘッセン大公家より、公の称号を授けられた。イーゼンブルク・ビューディンゲン家は、公位を授けられた際、加盟の中のイーゼンブルクの綴りをイーザンバークからユーゼンバーグに変更している。なお、1936年に、イーゼンブルク・ベヒタースバッハ家の課長が、 子供のいないイーゼンブルクビューディンゲン家の課長と養子縁組し、その経子となったことにより、両家は実質的に一本化されている。また、イーゼンブルクビル公爵家は1913年、加盟をズ・イーザンバーク・ウント・ブーディングンからフォン・イーザンバークに変更し、単にイーゼンブルク公爵家とだけ名乗っている。イーゼンブルク化書家で現存する系統は、ビューディンゲン系とベヒタースバフ派系。 ビルシュタイン系の三系統のみとなる。現在も続く、イーゼンブルク公爵家及び、イーゼンブルクビューディンゲン公爵家の歴代当主を挙げる。両家の共通の先祖は、イーゼンブルクビューディンゲン白ボルフガングエルンスト一世で、あり、前者の始祖はその長男ボルフガングハインリヒ、後者の始祖は、八王ヨハンエルンストである。 イーゼンブルクビューディンゲン公爵シの文章 abhttp コロンスラッシュスラッシュ www.bendorf-geschichht.de スラッシュ p d f 0 0 8 0 h t m つあー消しヒテフォニーザンバークバイベンドオフ消しヒテデハットコボラーゲルハルトヒスターシャスレキシーコンデアドイチェンランダー S312 レンボールドホニーザンバーク、バイジーニアロジー、EU。ありがとうございます。